旅をしながらお寺や神社にお参りしようということで、今回は瞑想センターについてということでのお話になります。私、神社別格アドバイザーヒデなんですけれども、7月の18日からスリランカの方に旅行に行ってまいりまして、つい先日帰国をいたしました。で、今回なぜ僕がね、スリランカに旅行に行くことにしたのかってことなんですが、まあ、ライブ配信とかでもちょっとお話ししましたけれども、今回は瞑想センターで集中的に瞑想三昧の日々を過ごしてみたい、まあ、こう思ったことが一つ目。それから二つ目は、そのスリランカっていう国にある仏教ですね、まあ、スリランカは仏教国なんですけれども、スリランカにある仏教っていうのは私たち日本にある大乗仏教とは違って、もうちょっと別の宗派というんですかね、上座部仏教、まあ、通称テーラワーダ仏教みたいなふうに言われたりもしますけど、この上座部仏教がある国が、まあ、スリランカというところなんですね。で、同じ仏教でもこう少しこう取り組み方が違う仏教宗派、これはどういう違いがあるんだろうかみたいなのにやっぱり強く関心がありまして、スリランカの方に行ってきたということになります。で、その上座部仏教も、例えばタイとかミャンマーとかラオスとかカンボジア、まあ、あの辺りの東南アジアの国々も、まあ、同じくこの上座部仏教、テラワーダ仏教が、まあ、メインになっている国なんですけど、まあ、そういった国々、実は僕は何回か行った経験がありまして、こうぼやっとした記憶では、そういうタイのお坊さんとかカンボジアのお坊さんとか、まあ、どういう人たちだっけかなみたいなイメージもつくし、例えばアユタヤの遺跡に行ってみたりとか、いろんな仏教寺院、ワットポーとかワットアルンとか訪ねたこともあったので、こうイメージではどういったものがっていうのはわかるんだけど、もうちょっとこう中の方に入っていって、あ、こういうものなんだなみたいなのをこう自分の手でこう掴んでみたいっていう印象が強かったんですね。で、その中で、じゃあなんであえてスリランカっていう国を選んだのかっていうと、そのインドでもともと仏教っていうのは生まれまして、インドとネパールの国境のあたりですね、お釈迦様、ブッダと呼ばれる人が生まれて、で、仏教をお悟りになって、インド全体にこれが広がっていったわけなんですけども、残念ながらインドではね、すでに仏教というものは廃れてしまってほとんど残っていない状態なんです。で、この最初にインドで生まれた仏教が、まあ、当然すぐ隣の島であるスリランカにも伝わっていくことになるんですね。で、歴史というのは非常に面白くって、このスリランカの中でインドから伝わった仏教っていうのは古い形のまま、まあ、残っていくことになるんです。で、後々になって、まあ、仏教というのは分派をしていって、まあ、その上座部仏教、テラワーダ仏教と大乗仏教と大きく二つに分かれていくことになりまして、もちろんスリランカの中でも大乗仏教というのに分かれていく、大乗仏教が育っていく場面というのもあるんですが、最終的には大乗仏教というのはスリランカの中から駆逐されてですね、上座部仏教のみが残っていくと。で、そのスリランカで残った上座部仏教がやがてミャンマーやタイ、カンボジア、そういった国々に上座部仏教が伝わっていくルートの、まあ、発信元という形になっていくんですね。なので、まあ、僕としてはそのインドで生まれた仏教により近い、オリジナルに近い形が見えるんじゃないかなというふうに、まあ、予想をして、で、今回はスリランカという国を選びましたということなんですね。はい。まあ、少し前段長くなりましたけれども、まあ、今回のスリランカの旅ですね、もう初日が移動日で、日本からスリランカに移動して、で、スリランカに着いて空港からですね、キャンディーという町まで移動をいたしました。すでに YouTube の動画で移動しているシーンの動画上がってますので、よかったらご覧になってみていただければと思うんですが、このキャンディーという町がですね、まあ、スリランカでいうとこの古都になるんですかね、日本でいうとこの奈良とか京都みたいな町だというふうにイメージしてもらえたらいいんですが、まあ、元々キャンディーに王朝の都があって、まあ、すごく発展していたスリランカの中心的な町なんですね。で、その王朝が建てたいろんな王宮だったり、お寺だったりっていうのが今でも残っていまして、一番の見物が仏師寺という、仏の葉のお寺と書いて、仏師寺っていうお寺があるんですけど、まあ、ここにですね、その仏様の葉、
インドから伝わってきたものが今でも残ってますよっていう、まあ、お寺ですね。お祭りされているお寺。これが仏師寺っていうのがキャンディーの町にあって、まあ、そこが一番聖なる場所、そして一番人気の観光地になっているところなんですね。で、仏師寺にお参りした後、僕はその翌日2日目からですね、瞑想センターの方に移動いたしました。場所はですね、キャンディーの町からバスで1時間。で、さらにそこから、トゥクトゥクに乗って山道をずーっと上がっていくんですね。舗装されていない砂利道を上がっていって15分ぐらい。まあ1時間ちょっとぐらいのところにあるニランベっていう町の瞑想センターに行ってきました。いやーね、まあそこはね、まあ本当に山の中なんですよね。動画の方でも上がっておりますので、ぜひね、どういったところなのかなって気になる方はご覧になっていただければと思いますけれども、もうすごい山の中なんですよ。で、まあ、当然ですね、山奥なので、電気もガスも水道もないと、まあ。いわゆるインフラがないところにある施設になるんですね。で、チェックインをするといろいろこう注意書きみたいなのをこう読むような形になって、冊子も配られるんですけども、まあ、当然そこには、そこの村には病院もないですので、自分の責任で怪我とか病気には気をつけてくださいねっていうふうに、まあ、書類の方には書いてあるようなところになります。で、施設について簡単にちょっとまずお話ししていこうかなと思っているんですけども、なんていうんですかね、まあ、今ちょっと過激な言い方でね、インフラが一切ない、電気もガスも水道も何もないんですよ、なんて言ったところなんで、じゃあどんなとこなんだろう、人が本当に生活できるのかなっていうと、まあ、実はこうよく作られていて、人が生活する、できるようなところになっています。具体的には、例えばまずお水ですかね。お水は施設の周りにですね、本当大きいタンクみたいなのが、いろんなところにこうタンクがいっぱい置いてあってですね、雨水だったりとか、その沢の水みたいなのをこう溜められるような形になっています。で、そのパイプでたくさん繋いでいても、タンクからタンクもパイプで繋いで、で、そのタンクから色それぞれの居室に繋いだり、食堂のところに繋いだり、お手洗いのところに繋いで、こういろんなパイプがですね、施設の中を巡らしていって、その雨水みたいなのを利用して、まあ、水というのを確保している形になっています。まあ、なので私たちが浴びるシャワーとかも、まあ、当然ながら雨水を浴びるような形になるし、まあ、飲み水に関しては、水道、蛇口から出てくるお水っていうのは当然雨水なんで、スリランカの人たちも、まあ、その蛇口から出てくるお水っていうのはそのまま飲むようなことはしていないんですね。でも飲み水ってどうしても必要なので、地元のそのスリランカの人たちっていうのはどうしてるのかっていうと、その施設にいる人たちはどうしてるかっていうと、この浄水器みたいなのを、蛇口のところにつけてですね。で、その浄水器から出てくるお水っていうのを、まあ、飲んでるんですけども、まあ、その浄水器が、非常にユニークというか、面白くてですね、まあ、見た目になかなかお伝えするの難しいんですけど、形状はですね、ミキサー、ジューサーみたいな形状をしてるんですね。で、蛇口のところにホースみたいなのをつけて、そのミキサーの上のところみたいなところにこう通すと、その私たちが知ってるのジューサー、ジュースを作るミキサーみたいなやつのところに、の中いっぱいにですね、こうなんだろうな、ココナッツの外側のこの毛だらけの部分みたいな、ちょっと表現がいまいちだと思いますけど、ほんとなんか、細かい繊維が入ったような、なんか植物みたいなものが、そのジューサーみたいなものの、ガラスの部分みたいなところにこう目いっぱいギュッと押し込まれて、入ってるような感じなんです。で、そのプラスチックの機械のジューサーみたいな、ミキサーみたいなのを、お水がジューッと通って、で、一番下のところからそのろ過されて、綺麗になったお水っていうのが出てきますよ、みたいな仕組みの浄水器がくっついてるんですね。で、瞑想センターの人たちは、これ、ドリンキングウォーターだから飲めるよって言って進めてくれるんですけど、とても僕はね、それは飲む気にならなくて、多分ゴミとかは綺麗になってると思うんですね。本当に綺麗にろ過されて、なってると思うんだけど、バクテリアとかね、最近は、ろ過できないですからね。どんなものを使ったとしてもね。ちょっとやっぱそこが怖くてですね。僕は大きいペットボトルのお水を何本も持って行ってましたので、滞在中は、自分の部屋に置いてある、ボトルの、ミネラルウォーターを飲むっていう過ごし方をしていました。まあ、それからあとは、ガスですかね。火の問題があるかと思うんですけど、
残念ながらガスが来ていませんので、ガスで火を起こすことができない。ただそこの瞑想センターはみんなで集団生活をしていて、みんなで食事をとるんですが、やっぱり火は必要なわけで、どうしてるかっていうと、かまどがありまして、そこに薪をくべて火を燃やして、でそれに直火でですね、お鍋とかフライパンとかをかけて調理をしていくっていうようなやり方なんですね。で、私たちの、食べている食事っていうのは基本的にはそのスタッフの方、瞑想センターのスタッフの方が、作ってくださってて、で朝とお昼と、美味しいご飯をね作ってくださるんですよ。お食事の話ちょっと後ほどしようかなと思ってますけど、さらにインフラのお話で言うと、電気ですね。電気も残念ながら来ていないので、自分たちで発電をして、賄うというシステムになっていて、エンジン式の発電機があるわけではなくて、屋根にあるソーラーパネル。ここから、電気を蓄えて、で、それを、車のバッテリーっていうんですかね、あれ12ボルトかなんかだと思うんですけど、それをなんか1機2機みたいなのをバッテリーを2個2個置いてあるところがあって、そこにどうも蓄電しているっぽいんですね。でもうそれっぽっちの電気で、最低限の照明を賄っているような形になります。で具体的に照明はですね、宿泊棟居室のところの各お部屋のランプです。で、これ LED で作っている、ほんとね、裸電球でいうとこの 10W とか 20W とかの、もうほんとちっちゃい、暗い裸電球みたいなのと同じ容量の、LED だと思う。LED も2個とか3個しかないんで、それのオレンジ色のがパッとつくんですけど、ぼやーっと、なんとなく周りが見えるかなぐらいの感じの電球が居室にですね、それぞれついていますので、それがついているのと、あとはメインのね、瞑想ホールのとこと食堂のところ、ここのところに、ちょっとさ、LED の、照明の、電柱みたいなのがついていて、そこのあたりをちょっとぼやっと照らしているみたいな形になっています。もうそれ以外は、あと先生が使っている、お部屋、先生用のお部屋、先生のご自宅なのかな、にある、方に引いているっぽくって、多分先生はそこでご自身のスマホを充電したりとかしてらっしゃる、パソコンとかを充電してらっしゃったりするんだと思われるんですよね。そう。一応の電波がですね、携帯の電波がですね、入ったり入らなかったりする場所があるんですね。県外、全部が県外かっていうとそうではなくて、アンテナの数が2本とか3本立つ場所っていうのがところどころたまにあって、僕の居室は、アンテナが立つとこだったんですよ。だから、やり取りしようと思えば、メールとか、そういうのをやろうと思えば、できたかなっていう環境なんですけど、ちょっとデジタルデトックスをしてましたので、基本的にはスマホの電源を切って、どうしても僕が撮影したい時とか、やり取りの必要がある時だけ電源をつけて、スマホを使うっていう生活をしてましたけど、なので、僕自身は充電ができない環境にいましたので、モバイルバッテリーをたくさん持って行って、それで給電をしながら、あとは電源をしょっちゅうオフにして、で、節約していくっていう過ごし方を、していましたっていうところですかね。そう、先生はスマホを使ってらっしゃっててですね、多分外部とやり取りしたり、お仕事とかも多分なんか、そういうご依頼とかがあるのかな、なんか街にたまに出かけることがあるみたいで、そういうので多分やり取りとかしてたりするんだとは思うんですけどね。はい。で、その瞑想センター、僕が行った時はですね、大体10人ちょっとぐらい、15、6人ぐらいですかね、先生の方、スタッフの方、僕を含めて15、6人ぐらいいたい。で、先生がお一人、スタッフの方がね、これちょっとどういうシステムかなんとも難しいんで、わかんないんですけど、男性のスタッフの方がお一人いて、この方多分スタッフなんだろうなっていう、現地の方がいるんですけど、泊まりで、僕たちと同じその瞑想センターのその宿泊施設みたいなところに泊まっている日もあれば、夕方ぐらいに帰って、朝またやってくる日もあれば、みたいな形で。もしかしたら、街のところにご自宅があるのかもしれないですけど、そういった男性のスタッフの方がお一人いました。で、もう一人女性の、
まあ、スタッフとおぼしき方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方は、ですね、帰らないんですね。ずっとみんなと同じ、宿泊棟に一緒に集団生活している方なんですよ。で、ご飯とかも作って、その男性の方がお休みになる日は、その女性のスタッフの方が代わりにご飯を作ってくださって、出してくださったり、いろいろみんなに声かけてくれたりするんだけど、泊まっているところはですね、修行者の人たちと同じところに泊まってるし、その男性のスタッフの方と違うのは、その女性のスタッフとおぼしき方はですね、お掃除とかはあんまりまめにやらないんですね。その男性のスタッフの方はいろんなところ全体、宿舎とか、あと施設全体をよく見て回ったりとか、お掃除してくださったりとかする方なんだけど、その女性の方は、別にあんまり細かくお掃除したりとかするタイプの方じゃないんですね。だもしかしたら、もう長くいる、その修行者の方で、経歴が長いから、みんなを代表して、いろいろ面倒見てあげるよ、みたいな風にしてる方なのかもわかんないですけどね。はい。で、それ以外に、あと4人ぐらいですね、僕が行った時は、尼さんですね。お坊さんの女性バージョンですけど、尼さん、出家してる尼さん、髪も剃ってツルツルの女の人たち、が、4人ぐらいですね、いらっしゃってて、その方たちももう僕たちと同じように朝から晩まで、瞑想修行をしているような方たちもいました。で、あとは、10人ぐらい在家の、修行者がいて、そのうちの1人が僕なんですけども、10人ぐらいのうち3人が外国人で、うち1人日本人僕で、あともう1人がイギリスから来ている60代ぐらいの女性、もう1人がスペインから来ている60代ぐらいの女性で、あと7、8人ぐらいが、ほぼほぼスリランカの人たちで、年齢も50代から70代ぐらいの方たち、比較的シニアの方たちが、多いかなっていうふうに思いました。で、一番若かった方が、そのさっき言った女性のスタッフっぽく見える方が20代か30代ぐらいの女性の方にお見受けしたんですけど、スリランカの方ですね。と、後々、すごく仲良くなって、僕のことを気にかけてくれるスリランカ人の男性の方。学校の先生をされている男性の方なんですけど、その方が、お休みを取られて、瞑想センターに来てるよっていう方。その方が多分40代ぐらいの方だと思うんですけどね。あとはみんな大体60代、70代ぐらいの方がほとんどかなっていうふうに思います。で、そのスリランカでは、瞑想センターというところが、実はそのスリランカ全土に、たくさんありまして、で、いろんなところにやっぱ皆さん行ってるみたいなんですね。で、その休暇を取って、瞑想修行に行くっていうのが比較的ポピュラーなものになっています。ただ、さっき言った通り、年齢層がね、比較的シニア層の方が多いんで、若い人がレジャーで行くようなところではないのかもしれないですけど、ある程度年齢いった人たちが、気軽に行くようなところではあるみたいで、なんか言ってみれば日本で例えをするならば、湯治場みたいな感じなのかなと思うんですよね。日本も温泉地に温泉旅館と別に、湯治場っていうのがあったりすると思うんですよ。で、そこに何日も長く滞在して、毎日温泉に浸かりながらみんなでご飯作って食べて、で、健康的な、体を取り戻す、あるいは精神的な健康を取り戻すみたいな場所って結構あったりすると思うんですけど、山奥にあったりしますよね。あれと全く同じシステムかなと思っていて、で、本当に食事も、そのスタッフの方は作ってはくれるんだけど、例えばお茶碗とかお皿を出すのは自分たちで出すんですね。お皿とか食器を置いてあるところから出して、で、自分たちです。それをよそうのとかもやって、で、食べ終わったら自分たちで食器を洗って元に戻す。で、もちろんその最後残った残飯とかの処理とかはスタッフの方とかがやっていただけるけど、基本的にはお掃除とかも僕たち自身でやらなきゃいけないようなところになっている。だから決して豪華な料理が出るわけではなくて、その仏教のお坊さんとかが食べるような、粗末なって言ったら大変失礼ですけど、シンプルなお食事で、もちろん肉や魚が出てこない、仏教の戒律に従ったお食事になっていますってとこですね。で、この食事が、すごく僕としては、ものすごい感動をしまして、すごいね、美味しいんですよ、やっぱり。
多分そのスタッフの方が作ってるんでね、家庭料理の域だと思うんですけども、あのカレーも必ず3種類ぐらい、まあカレーって言ってもいろんな、の液体っぽいドロドロのカレーがあって、ご飯にかけるようなものもあれば、青菜みたいなのとココナッツミルクとかを混ぜてちょっと香辛料をかけたような、こうなんていうの、少しドライな感じのカレーみたいなのあったり、あのカレーっぽくないカレーもあったりするんですね。でいろんなバリエーションがこう毎日出てくるし、主食も、まあ、ご飯がやっぱり多いんだけど、ご飯だけじゃないんですね。特に朝はいろんなのがバラエティを出てくるんですけど、例えばのロティっていうパンみたいなのがあるんですね。小麦粉みたいなのを練って焼いて、で中にネギとか、そういうものが入っているパンなんですけど、そのロティが出てきたりとか、ある時は、なんか米粉みたいなのを練ってふかしたようなおまんじゅうっぽいものが出てきて、あの食感とか味はあのカルカンまんじゅうですね。鹿児島の名物でカルカンまんじゅうであると思うんですけど、あれのあんこが入ってないやつ、あれ米粉で作ってるんですけど、まあ、全く同じだなと思ったのが出てきて、そのまんじゅうみたいなのにこうカレーをつけて食べるみたいなのもあったし、あとはあのインドの、失礼しました、スリランカの定番のインディーホッパーみたいな感じがあって、ストリングホッパーとも言うんですけど、なんか、形状は、そうめんみたいな感じの形状ですかね。そうめんとも言えるし、白滝とも言えるみたいな感じですけど、まあ真っ白のああいうの米粉で作った麺みたいなのがあって、で、それを、まあカレーみたいなのをつけて食べるんですけども。なんで毎日、あの、ほんと飽きないように、バラエティ豊かに食事を作ってくださるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいし、あの、僕たちもひたすら瞑想ばっかりしているので、まあ、ちょっと食事が楽しみみたいなのあるんですよ。で、この食事ってやっぱ面白いなと思って、あの、時間がやっぱ決まってるんですね、出てくると。で、出来上がるとそのスタッフの人が鐘をカン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 って鳴らして、ご飯だよっていうふうにまあ知らせてくれるようなシステムなんですけど。やっぱりですね、あの、いろんな人のこうキャラクターっていうのが見えるもんで、お昼の時間とか朝の朝食の時間とか、その鐘が鳴るぞっていうのをこうね、こう今や遅しとね、待ってるような人がいるんですね。あの、別にあの、早くしろみたいな言ったりはしないんですよ。だし、そわそわもしてないし、じっと座って待ってるんですけど、食堂の周りのベンチにもいるんですよ。で、鐘が鳴ったと思ったら、あの食堂の中に、胃の一番に入って、もちろん走って飛びつくようなことはしないんですけど、歩いて中に入っていくんだけど、まあ大体同じ人がですね、毎回食事の時間は一番に入ってくるんですね。お食事がきっと楽しみなんだろうね。うん。で、そこのまあもうビュッフェ形式というかね、大きいお皿とかボールに、あの、お料理っていうのが出来上がってるのをみんなでこう自分で取り分けて、で、自分の皿に持って、食べるような形になるんだけど、こう、なんだろうな。みんなでシェアをしなきゃいけないわけですよね。まあ、10人なら10人、15人なら15人で、その出来上がったお料理っていうのをみんなで分けて食べなきゃいけないから、一人の人が取りすぎちゃうと、最後の人が食べられなくなっちゃうわけで、最初に取る時のご飯の量っていうのは、結構少なく盛るんですよ、みんな。で、少なく盛って、周りの人がみんな取ったな、食べたなっていうのを確認して、おかわりをして、足りない分をまたよそってくるみたいな形にするんで、まあ大体ほとんどの人がおかわりをするような食べ方なんですね。でもね、あの、結構皆さんね、1日2食だから、あの、仏教のね、お坊さんと同じ戒律で、そこの瞑想センターは運営されているので、1日2食しか食べられないんですね。で、在家の僕たちだけは、アマさんは食べられないんだけど、在家の僕たちだけは、夕方6時に、まあ、フルーツだったりとか、ちょっとしたパンとかは食べられるようになってるんだけども、基本的には1日2食しか出てこないんですね、お料理っていうのは。だから、結構みんなで、ね、食べるんですよ。もうめちゃくちゃね、盛るんですよ。ご飯とかも大盛りぐらいにして、盛り盛りにして、あの、量、総勢の量にするとね、で、カレーもいっぱいかけてですね、あの、ひたすら食べるみたいな感じで、あの、食はですね、あの、ほんと楽しみになるし、あの、朝食、昼食、しっかり食べないと、あの、お腹すくっていうのもあるし、あの、スリランカの人って結構大食感の人が多いなっていうのが個人的な感想で思いましたね。そう、まずお食事はね、なんか非常に恵まれた環境だったかなと思います。なので、スリランカのお食事、あの、いろんなものが現地で食べてきましたんで、これまたあの、この瞑想センターの回と別にね、あの、ポッドキャストにしてお送りしたいなと思っていますけど、あの、僕が行ってきた瞑想センターは、なんかそういう経験できたなっていうふうに思ってますね。で、じゃあここの瞑想センターで僕が体験してきた瞑想、
あとはその先生、どんな方だったんだろうっていうのを、まあ、お話ししようかなと思うんですけど、これはね、かなり長くなりますので、ちょっとこれもまた別の回に撮っとこうかなと思っていって、まあ、今日はだからその施設のことについて、ちょっとメインでお話しすることに留めておこうかなと思っています。で、僕が寝る場所ですかね、施設の中の寝る場所っていうのは宿泊棟っていうのがあって、で、そこの長屋形式になっているんですけども、一部屋あたりの広さは6畳から7畳ぐらいの記憶ですね。で、そこにはシングルベッドが一応2台置いてあるんです。向き違いでなんかこう、間についたてとかを多分立てて運用するんだと思うんですけど、ツインにしようと思えば多分できるっぽいんですね。だから本当に合宿で大量に人が来るときっていうのは、相部屋になることが想定されてるんですが、まあ僕はそのお部屋を一人で使っていいよってことで渡されて使いました。で、他にいた男性の方たちも、基本的には一人一部屋の個室で使ってらっしゃったので、人が少ない時期っていうのはなるべく個室でアレンジをしてくれるようですね。はい。で、その宿泊棟もまあいくつかいろんなポンポンポンとこうキャンプ場のようにですね、点在していて、5部屋ぐらいの建物が1つ、4部屋ぐらいの建物が1つ、で、さらに奥の方にも4部屋ぐらいの建物が1つみたいな形になっています。で、それぞれの宿泊棟の、その長屋に1個、お手洗いと、まあ、シャワーがあるような感じで。で、僕がいた建物のお手洗いとシャワーは、一番いいやつなんですよね。他の建物を拝見したんですけども、ボロさ具合がとんでもなくてですね、他の二つのね、お手洗いとシャワーは、とてもちょっと使いたくないなっていう。で、僕がいた一番いいお手洗いとシャワーもですね、まあなかなか過激でございまして、まずシャワーの話からしようかなと思ってるんですけど、もう必ずね、カエルがいるんですよ。ジメジメしてるからかもしれないけどね。カエルちゃんがいて、まあ、そのぴょん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 飛び回ってはいないんですけど、壁にね、じーっとしてるカエルがいてですね、カエルを見ながらシャワーを押すんですね。で、シャワー室の角角にはやっぱりクモの巣とかが張ってたね、カマドーマみたいなのがいたりとかしてですね、まあ、撮ればいいんですけど、なんかね、不摂生をしないといけないから、殺すわけにいかないんで、こう退治するものもせずに、まあ、ほっときながらシャワー浴びるんですね。で、ある時スコールがやっぱ降りまして、すごい降るんですね。1日に1回とか2回とか、スコールが、5分ぐらい降るんですけど、その後にシャワー浴びようと思って行ったらですね、見たこともないぐらいのね、カタツムリがいるんですよ。お風呂場にね。もう真っ黒のタイプのカタツムリなんですけど、日本にはいないカタツムリなんですよね。もうどんだけでかいのってぐらい、僕の手のひらサイズ分ぐらいのカタツムリなんですよ。もう20センチとは言わかな、15センチぐらいかな、のカタツムリがいたりとか、いろんな虫ちゃんたちがね、やっぱまあハエとか蚊とかは当然飛んでるし、そういうのがいるようなところでシャワー浴びるんですけど、水なんですよ。さっき言った通りね。お湯は出ませんので、ガスがないから。だから、まあ、水で流して、わーっともうとにかく5分ぐらいで全部仕上げて出てくるって感じなんですけど、まあ、唯一ですね、その、居室棟の宿泊棟の屋根のところにですね、こう、その雨水を溜めておいて、その熱を蓄熱する仕掛けみたいなのが作ってあるんですね。で、そこから水を出せる蛇口っていうのもあって、そこから出すと、ぬるい、人肌よりちょいぬるいぐらいの、まあ外気と同じぐらいの温度の水が、お湯みたいなのが一応出せるようにはなってんですよ。で、それを何回かかけて、少しこう体を、冷たすぎないようにこうして、こうシャンプーとか体を洗うのかみたいなのを、こう交互にやってくるような感じなんですけど、もう早いですよ。もうとにかくもう、だって水シャワーだし、そのお湯つったっても、たかが知れてますからね。もうザワーってやって、もうシャンプーつけてガチャ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 ってもうゴシゴシ洗って、でもすぐまたジャーってもう吸いでですね。で、体もシャワージェルみたいなの日本から持ってってましたから、ジャーって塗りたくって、ジャジャジャワーってもう流して終わるみたいな感じでね。もう総勢5分ぐらいで終わりますよ。日本だったらね、ちょっとあったかいお湯がいいな、リ
ラックスするなとかってね、15分20分ぐらい平気でお風呂入ったりしますけど、まあ早いもんですよ。体を洗うなんてそんなもんで十分だななんてね、改めて思いましたけどね。そんなお風呂でね、過ごさせていただいて。で、お手洗いの方ですね。お手洗いはですね、だから僕がいた方のお手洗いは一番施設がこう整ってるんで、お水が流れる水洗式のお手洗いなんですよね。で、お水も当然その雨水から引いてきてるやつなんですけど、ボタンをジャーってやると、水がジャバ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 って出てくる洋式の便器でした。で、まあ当然壁のところとかには、さっき言った通り蜘蛛の巣があったり、かまどんまがいたり、いろんな虫たちがたくさんワンサがいて、床のところはみんなウォシュレットっていうんですかね、スプレーガンを使ってお尻を洗いますから、床はもう当然ビチョビチョなんですけど、そういうお手洗いなんですけど、まあ、最初想像してたのはね、いわゆる水洗トイレでないものを想像してたんです。あるいは水洗だったとしても、ひしゃくみたいなのが、お水の桶みたいなのがトイレに置いてあって、自分でひしゃくに水を取って、で、便器に流して、流していくみたいなものを想像してたんですね。で、他の宿泊棟のお手洗いとか、ホールにあるお手洗いっていうのはそういうタイプだったんですよ。大きい水のバケツみたいなのが置いてあって、そこにこう水をひねるか、あるいはその蛇口がトイレの中にあって、蛇口にひしゃくで水を入れて、で、自分がした後に、その便器にお水をかけて流すみたいな、セルフ水洗トイレみたいなのが全部だったんですけど、まあ僕がいたところは、レバーをわちゃってやれば、水が流れるタイプの、まあお手洗いだったんで、まあそういう意味では、抵抗感は非常に薄かったなっていうのは思ったので、ね、日本人だからって言って配慮してくれてそこの居室にしてくださったのか、たまたま運が良かったからそうなったのか、ちょっとわかんないんだけど、非常にいい環境で、過ごさせてもらって、ありがたいな、あっちのトイレだったらすごい嫌だったな、みたいな風にね、思ってですね、使わせていただいたっていうのが、今の感想でございますよ。はい。まあ、なかなかそういう野趣あふれるね、場所、経験がないので、僕あんまりアウトドアとかしないので、キャンプ場とか山小屋みたいなところそんなに行ったことがないんですよ。だから本当子供の頃とかね、キャンプに本当片手で数えるぐらい行ったことありますし、まあ登山も片手で数えるぐらいはね行ったことがあるんで、まあなんとなくイメージがあって、キャンプ場のお手洗いとか山小屋のお手洗いってこうなんだよなみたいな、なんとなくは分かってたんですけど、まあ全く同じですよね。はい、ああいうところのお手洗いとシャワーみたいな感じでしたね。そう、でもそこに山小屋とかキャンプ場って一泊とかさ、まあ、あるいはその泊まったことがない人もちょっとお手洗いだけ借りるみたいなんだからね、まあ最悪男の子って別にそこら辺外でもできちゃうし、トイレの心配ってそんなしたことないんですけど、そこに4泊5日ってことはね、4、5回はそこでシャワーするなりトイレするなりはもうね、あるし、なかなかお世話になる機会が多かったからね、思い出深かったなと思ってるんですけど、でも人間って不思議なもんでね、だんだん慣れてくんですよね、環境に。でもね、最初の1回目のうんちと最初の1回目のシャワー、これはね、やっぱね、結構ハードルが高くって、行こうかやめようかちょっと悩むんですよね。こう、便意を催して、うんちしたいな、みたいな思ってですね、行こうと思っても、いや、なんかあそこのトイレで、すんの嫌だな、みたいなのはちょっと思いましたね。で、ちょっとで粘った挙句、でもやっぱり、便意ってのは催すもんで、やっぱりトイレに行かざるを得ないわけですから、頑張って勇気を出して行くと、まあまあ、ね、その一時の恥で済むわけで、なんとなく容量を得てくるとですね、2回目3回目っていうのは、比較的ハードル少なくいけるようになってきましたね。シャワーもそうで、もうえいやーっつって言ってですね、水のシャワーをバシャバシャ浴びてですね、その雨水溜めたちょっと濁ったお湯でですね、体を拭ってもですね、まあ最初の1回目ね、その蜘蛛の巣見ながらの気持ち悪いとかカエルがいるの嫌だなとか思いましたけど、まあ、全然慣れてくるもんなんですよね。もちろんそこがすごい好きになるかって言われたら、全然好きにはならないですけど、まあこんなもんだろうって言って、気にはならなくなってはきますよね。だそういう意味では人間っていうのは、順応力っていうのがあるんだなっていうのにも、気づかされたなというふうに思っています。
で、環境自体はね、本当にいいね。まあ、今まではね、こうやってちょっともう少しこう、お遊び半分で揶揄しながらね、こうやってみんな賑やかしてお話してますけど、いや、場所としてはね、本当に人におすすめしたいぐらいの場所ですよ。音がね、何もないんだよ。音が何もない。人の声がしない。まず施設で喋ってはいけないので、限られた、そのティータイムの時とかに、ちょっと小さい声でひそひそ話をするのはいいよってなってるんですけど、瞑想ホールの周りとかで、例えば、外と電話をしたりとか、するのは禁止ですよってなってるんですね。なので僕たちも、その居室棟にいる時に、その男性の他の隣の部屋にいる方とか、お友達になった方とかと、まあ、ちょっとね、会話をすることってのは小さい声でありましたけど、瞑想ホールの周りでは基本的には誰も喋らない。食事の時も基本的には誰とも喋らない。まあ、ティータイムの時も、まあ、片言、はじめましてとか、大丈夫とか、こうやってやったらどうみたいなぐらいの、まあ、ちょっとした日常会話ぐらいしか、まあ、しない。まあ、そういうところなので、本当に自然の音と、こう、戯れられるんですね。だから風の音がこんなにわかる場所ってないなと思うんですね。だし、鳥がピーピーいろんなのが鳴いてるんですよ。いろんな鳥が鳴いてるのがよくわかるし、虫が、いろんな虫が鳴いてるのが本当によくわかるんですね。で、動物が例えば近づいてきてたりすると、足音がするものがあれば、猿が鳴いてたりとか、餌を取ってたりする音とかもすごく聞こえてくるんですね。で、その瞑想センターって山奥にあるんですけど、ずーっと山の下の方にですね、まあ、ちょっとした集落が遠くの方にあるんです。なので、夜になるとその集落の明かりとかがちょっと見えたりするようなところなんですけど、なので日中とかですね、その集落でなんかラジオをつけてたりとか、まあ多分、ちょっと大きい、なんか屋外で野良仕事とかしてる人とかが、こう大きめのボリュームで多分ラジオとかをつけてたりするんでしょうね。とか、あとなんかレストランみたいなところで多分大きいボリュームをかけて流してる音楽みたいなのが、やっぱかすかにね、聞こえてきたりするんですよ。っていうぐらい、もう相当遠いところの音も、そうやって入ってくるぐらいですね。静かなところですね。で、夜はもう満天の星空なんですよ。もうね、びっくりするくらい、星が綺麗すぎて、これね、星空だけはね、カメラで撮れないんですよね。やっぱ専門の機材使わないと、この、ね、僕の使ってる GoPro とか iPhone では全然綺麗に撮れなくてですね、皆さんに映像でお伝えできないのが残念なんですけど、いやね、もう、プラネタリウムですよ。もうびっくりするくらい、こんなに綺麗な星空なのっていうぐらい。で、それに、さらにプラス夜はですね、ホタルが出るんですよ。ホタルなんて皆さん見たことあります？僕も子供の頃以来見てないですよ、ホタルなんて。僕も本当にちっちゃい頃ね、小学生ぐらいの時は、ホタルみたいなのが、やっぱ八王子のね、田舎の方に行くと見れるところがあって、友達のご家族と一緒にみんなでね、夏休みとか、ホタル鑑賞とかに行ったことあるけども、いやね、もう本当にもううじゃうじゃいるんですよ、ホタルが。うじゃうじゃ、うじゃうじゃですよ、うじゃうじゃ。もうピカ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 ってね、もう散りばめられてるぐらい、もういろんなところにホタルがいすぎてですね、もうびっくりするぐらいの環境なんですよね。いやー、もう自然ってこんなに綺麗なんだっていうぐらい、だから本当に、キャンプとかするのにいい場所なんですよ。ね、皆さんだったらそこでねバーベキューとかしてお酒飲んでワイワイして、うわ綺麗だねってなるところだけど、まあ僕はそこで瞑想をしたかったから、それぐらい自分が落ち着けるいい環境だなっていうふうに思って、素敵だし人にもおすすめしたいな。そのシャワーとかトイレとかがもうちょっと近代的なものがあったらなみたいな、たらればでね思っちゃいますけどね。もうそういうところだったんですよね。そうそう、だからもうそこでの思い出っていうのは本当にかけがえのないところだったなっていうふうに思っています。ということで、旅をしながらお寺や神社にお参りしようというところで、スリランカの瞑想センターについて今日はお話をしてきました。今日はね、インフラとか、そこにどういう人たちいたのとかっていうお話をしてきましたけども、あと、次回はですね、ちょっと瞑想の内容だったり、僕が教わった先生ってどんな方なのみたいなのを、もうちょっと深掘りをしてみようかなっていうふうに、思います。はい。で、さらにはね、もうちょっとポッドキャストの回では、スリランカで経験したこととか、スリランカってどういう国だったのかなとか、スリランカの旅行をする上で気をつけた方がいいもの何なのかなみたいな、まあ旅行編のお話も、まあ別の回でね、
また作っていけたらなと思いますので、ポッドキャストちょっとしばらくスリランカのネタが多くなるかと思いますけれども、ぜひね聞いていただければと思います。ではお送りしましたのは神社仏閣アドバイザーのヒレでした。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それではまた。